韓国ロテム製の地下鉄車両をライムベクバトゥラ、駅構内の駅名表示、アバイ駅構内の装飾アルマトイ地下鉄は、カザフスタンのアルマトイの地下鉄である。最初の支線が2011年12月1日に、開業した。中央アジアでは、ウズベキスタンの多種ンと地下鉄に次ぐ2番目の地下鉄、路線である。全路線が完成すると、線路の総延長は 45km になる。 1>, 1号線は 11.3km で旧の駅を持つ。最初は20両の電車で運営され、路線が完成すると52両に増やされる。平均時速は 40km で、両端を12分間で結ぶ。建設費は1兆10億点下と推定されている。最初の区間が開業した後、1号線と2号線の地表に近い残りの部分の建設が開始される。 両方の路線ができると、現在計画中の3号線の建設が始まる。各駅とも、旧ソ連の伝統的なスタイルのデザインとなっており、大理石やシャンデリアなどの豪華な装飾が施されている。車両は、韓国のロテム製である。計画中計画中地下鉄の建設は、カザフスタンがまだ、ソビート連邦の一部であった1988年に、開始された。しかし、 ソビート連邦の崩壊後、モスクワの基金が底をつき、新しいカザフスタン政府は建設を継続することができなくなった。帰着後区間の保全の努力が続けられたが、費用が高額で大きな借金が残ってしまった。2003年、カザフスタン政府は地下鉄の建設を継続するための基金を含む新しい開発イニシアチブを計画した。2005年までに、 現在のヌルスルタン・ナザルバイフが指揮を取る。建造計画は2006年から2008年の間に7200万、天下の融資を受ける約束を得た。ありがとうございます。